アーセナルの EL 見てたんだ。延長は見れなかったですけどね、さすがに。そう。で、冨安怪我しちゃったんだよね。まあ、しかも冨安の怪我、なんか、膝が伸びちゃったのかな、あれ。なんかこう、スリップしたの踏ん張ろうとして、なんか自然な体勢で、ね、股先みたいになってね。サリバだ。サリバが怪我して、ホールディング出てきて、みたいなね。最悪の場合、前十字。あ、マジか。なんかね、やった瞬間はちょっと歩けてもみたいなパターンあるよね。大事を取って松葉杖のパターンもあるらしいんですけど、ね、ある程度深刻そうってコメントしてましたね。あともう一つの心配で言ったら、ビエラ解任されてロコンガどうなっちゃうかっていうね。ビエラかなりロコンガのこと気にかけてましたもんね。なんか普通にカメラ抜かれた時もロコンガに話しかけてるシーン多かったしね。サリバは軽傷っぽいんだ。で、これサリバがさ、もしアウトになったとしたら、そこに冨安入ったかもしんないしね。松葉杖イコールやばいでもないんだけど、どっちかわかんないですよ、こればっかりは。まあ、怪我の多い少ないも才能ですからね。怪我しやすいからだ、しにくいからだし、食事とか改善してもね。それで言うとね、冨安の場合は、牧野とかね、吉田とか言ってたけど、代表でめっちゃ試合後とか練習後のケアしっかりしてるけど、怪我しちゃうからかわいそうだな、みたいな。冨安しっかりしそうだもんね、それね。昔ね、メッシも怪我しやすかったけど、メッシの場合食事改善してね、良くなったみたいなね。ピザとか食べるのやめて、サバとか魚中心の食生活に変えてみたいな言われてますよね。